今回は、完結後に行われた人気投票の結果に対するみんなん反応を集めてみました。チャンネル登録高評価、コメントよろしくお願いします。それではどうぞ。最終回後に行われた最後の人気投票結果がこちら。ベルトルトはマーレ編いないし読者に忘れられてると思ったけど最後の人気投票で10位以内にランクインして俺嬉しくなったんだ。エルヴィンも死んだのに2位ってすごいな。こうして見るとやっぱ初期からの思い入れって強いんだなって。進撃の巨人の看板を背負った男だ。面構えが違う。あんまり順位に変動がないな。こうして見るとめっちゃ順当に納得のいく順位。退場して数年経つのに団長とベルトルさんすごい。夢女が多いらしいヘルベルトさん。他のキャラは納得いくけどなんでこんなにベルトルト高いんだ。女性人気ってやつだ。ベルトルトは10位以内の常連だし結構人気あったぞ。この時は票数が少ないってのもあるかもね。でもベルトルトは第2回で9位だったけど1500はあったぞ。モブ時代も少なからず夢女人気はあった。1位に、3、4、5の壁があるな。この時ハガキで、それも1人2票までだったから熱心なファンが表を入れたって感じなんだろうね。伊佐山先生に投票した者もいる。フロックは意外と伸びたなと。やっぱりこんなもんかが同居しててなんとも言えない順位だな。言うて同期成績上位10名調査兵団トップアルファアルミン104期ユミル島の壁が分厚いからね。フロック推しとしては満足してるよ。幹部組強すぎないか。ちなみにこれの1回前もベルトルトは検討してるよ。この1回だけではあるけどエルヴィンが1位になったのも衝撃だった。志願しなく決戦を見せられた後じゃそりゃエルヴィンに入れたくなる。志願しなのベルトルトマジで悪役って感じなのにすごいな。マーレ編のハンジさん評価低かったって聞いてたけど人気投票の票数の伸びすごいな。評価低かったって言ってもそれ典型的なノイジーマイノリティだしな。普通に進撃きっての大人気キャラだよ。そうなのか。ハンジさん好きだから嬉しいよ。そらそうよ。でなかったらグッズとかバンバン出るわけないし、むしろ虐殺を肯定できないような純真さや理想を諦めない彼女の姿勢が魅力の一つでもあるし。そもそも行動の評価とキャラ人気って重なる部分もあるけど完全に同じものではないしね。他所で言うワンピースのエースとかさ。人気投票だからな。確かに賛否の行動だったが稲の人が票を取り消せるわけではないし、元来のファンはハンジさんらしい答えで終えたから今回も投票しただろう。調査兵団子さん3人、幼馴染3人、戦士候補生3人、そこに混じるじゃんじゃん。お前本当にかっこいいよ。1位が圧倒的すぎる。ライナーだけなんか画力高くねえか。戦士たちがいて俺は嬉しいよ。てか投票数少なすぎん。1票1票がめちゃくちゃ濃いファンしか投票してなさそう。ハガキ投票だからこんなもんよこんなもん。確か別マガ買わないと投票できないはずだしな。マガポケで読んでる人も多いだろうし。だってよ別マガを買って投票権を手に入れないと投票できねえんだぜ。そして1人2票まででそれ以上は向こうまあ家族の名前で出してる人はいるだろうが。第2回は結構多かったぞ。別マガが進撃以外有名どころがほぼないし、進撃読むならマガポケが最速でさらに無料で読めるからな。ユミルそばかす、ユミルシソ、ユミルポルコガリアード、ユミルヒストリアの娘ユミル。ベルトルトがよく言われるけど退場時期の近さ的にもエルヴィンも似たパターンの投票なんじゃね。ベルヴィンとベルトルトは追悼ブーストだよね。1位が雑誌の表紙になるっていう特典もあったし。エルヴィンもベルトルトも追悼ブーストではないんじゃないかな。まだ死んでない2回目の人気投票でもこれだし。マルコの順位が意外すぎる。1位から4位全員死んでる。脈速。結構序盤で死んだペトラがいなのちょっと嬉しい。まあリヴァイが1くらいなのは納得だな。エレンは支持も不支持も多いイメージ。ジャンはまとも人間として票を集めたな。個人的にジャンが一番好きだから嬉しいわ。アナルにネギ。すまん最後の謎の文章はアルミンについて書こうとした打ち間違いだ。気にしないでくれ。いやいや、それあの予測変換でそうなったってことですよね。普段どんな文章打ち込んでいるんですか。アルミンのアナルにネギ。超解釈。おじさん普通だったのに君のせいで大変になっちゃったよ。ん？アナルにネギ？お前さ、疲れてんだよ。気にしないでくれって言われても無理なんだよな。ザックレイがまともなこと言おうとして失敗したレス。ザックレイに謝って。他のキャラも女性人気あって上位いるのにベルトルトだけ女性人気と言われる不思議。女性向けのグッズも出ないのに。割と長いことベルトルトアンチだった自分にはわかる。擁護するレス大体女性だった。境遇への同情などのレスが多かったけどモデル体型なんだぞなどのコメントも見られ、夢女ぶりがにじみ出ていたそうだね。ジャンガジャンガだねとしか思えなかったわけですが、
リバイトカートベ、古城、古くは CA とかさこういうキャラをうまいこと融合させて女人気マックスのキャラ作れねえかな。コテコテの乙女ゲーキャラができて終わりそう。多分そうやって過去の人気キャラを参考にして作ったのがそいつらなんだよな。だからこれからも同じように女人気ガンブリの大人気キャラは作られると思うよ。釣り目でチビで強い。手のは定石だな。五条と後部はタッパもあるけど、とりあえずミカサは作者の中での萌えを全てぶち込んだキャラとのことだが、定期的にチビで強い男キャラって人気出るよな。ギャップ、そいつら自体が目人気マックスなのになんで混ぜようとするの。もともと完成されたキャラでしょ。ベルトルトめっちゃ好きなキャラだわ。人数を絞ったコラボだと大抵エレン幹部組か幼馴染組リヴァイのパターンだから、ハンジとエルヴィンの人気はすごい。コミック館あたりまではエルヴィン怪しくて、いつ裏切るのかなって言われてたのがめっちゃ懐かしい。終わってみるとこの上ないくらい夢にまっすぐな男だった。最後に夢と使命を天秤にかけて夢を諦めるのもすごくいい。マルコの人気が意外。魅力はあるし好きなキャラではあるけど、序盤で死んだモブカオがそんな票を集めるんだな。ちゃんとセットで押し続けてる人がいた印象。まだ話し合ってないじゃないかのセリフが最終盤の重要な場面で出てきたのも大きい。ジャンへの影響は計り知れないし、思い入れ深い人は多いと思う。進撃の女の子キャラが好きだけど、ストーリー考えると場所によっては言えないことがある。一般的にエレン兵長エルヴィンジャンあたりが無難に好きと言えるキャラかな。大人がちゃんと大人やってるのが魅力。そこそこでそんなキャラを作れる作者もすごいが、マーレ軍幹部は許された。票は多いがグッズは少ない。売れない不思議な男エルヴィン男人気が高いんかな。リヴァイエレンエルヴィンが強だぞ。この3人は高額グッズもバンバン売れる。ライナーが薬料しか入ってないやつがアニマンであれだけチヤホヤされてたのに不甲斐ないぞ。アニマン投票とかネット投票とか作者投票したらライナーはもっと上だと思う。最近鎧ライナーのフィグアも出てるし、下の超大型巨人抱き枕の様に10フェライナー抱き枕作ればいいのにな。全体的に票数少ないよな。そもそも投票の仕方が面倒くさくて、投票券を貼らないといけないから別間が本紙を購入しないといけなかった。そして人票厳守だったからこんなもんか。第2回の時のジェンの画像はもうちょいいいのあったろ。体重ブーストあったとはいえ、リヴァイが1位陥落したことあるの意外だな。常に人気ぶっちぎってると思ってたら、ユミルヒストリアの娘、これマジなん。確かにヒスならつけそうな名前だけど、まあつけててもおかしくないなというか納得する。ハンジさんの判断に疑問持っても別にそれで嫌いってわけじゃないからな。エレンも団長もひどいことしてるけど人気高いのだし、後半の立場からだと不適切だろうってだけだしね。ベルトルト入ってるのが意外。ライナーが意外とトップギリギリなの面白い。こんなのヤバいファンがいるランキングじゃん。ザックレイと伊佐山先生のランキングが下すぎですわ。突然侍になるベルトルさんのコラのせいで好きになったよ。あの誰かいなくない？主人公誰だっけ？と思ったらイーニータは疲れてんのかな。ヒストリアってクリスタ時代の方が人気高かったの意外なんだよな。まあクリスタは悲壮な進撃の空気の中でコテコテのいい子だったのが逆に輝いてたということかな。どうしても進撃アニメ期あたりに BL 女子が張り込ってたイメージで、そういう人気なんかなって邪推してしまう。つらい。ほんと、人気投票に左右される人気のない漫画じゃなくてよかったよ。リヴァイナー拷問で自爆したのが間抜けすぎて、あれからそんなに好きじゃない。伊佐山神に強さ調整されただけだけだから。なんかすっげー綺麗に、いでグループ分けされてんな。あ、本当だ。それぞれ年長壁内壁外という組になってるな。メインどころでコニーはずっと低いんだな。嫌いな人は少ないだろうけど、バン好きって人はそう多くない感じかな。リヴァイ、ハンジ、ミカサ、アルミンが好きな人よりエルヴィン、ジャン、フロック、ヒストリアが好きな人の方がなんか信用できる。やっぱりライナーの立ち位置がな。ネットじゃダントツで一番人気はライナーなのに。